解散ぞ。
さと地球へ帰れ。あ、よし、あ、ここも行った。俺の理性がちょっとでも残っているうちに、とっとと消えるんだ。はい、ありがとうございます。僕は待ってる。パワーを抑えすぎたか。星の爆発に自分も巻き込まれるのを恐れたからだ。しくじったな。この後に及んで身の安全を図る。やはりお前は甘い。お前は弟のようにはいかんぞ。お兄さんの兄貴だと？どうなっとるんじゃ。さっきまでこんな奴がおらんかったはず。クラッシュしない。壊した。別の連絡がいかないからな。俺たちのプライドに泥を塗ったサイヤ人の猿。殴り殺しにしてやるぞ。そこの貴様もだ。しぶとく。がそれを見逃すと思うか。時間稼ぎだと。それに必要はない。貴様は死ぬ。これからここで。ここも行った。でかい口を聞くのもそこまでだ。黙れてやるぞ。この星もろとも引っ張ってやる。このしつこい束に行かないね。いいだろう。今度はコッパに陣してやる。あの地球人のように。あの地球人のように。ギリギリのことか。よし、ここも行った。
海王様がドラゴンボールでみんなを。よし、お前のことはよく知らねえが、ずいぶん助けてもらったな。ただ最後の決着は俺につけさせて。仕留め損ねたか。追ってください。ようやった。あのフリーザー相手に戦って無事に帰ってこれただけでもすごいことじゃぞ。お疲れ様。しかしクーラが出てきた時はびっくりしたぞ。ええ、トアとミラのやつ、あんな大物まで仲間に引き入れていたなんてね。俺たちを引きつけている間に独自に動ける連中をスカウトしてきたんでしょうね。お前もご苦労だったな。あれ、あの子は？ミラを追ってもらいました。あいつらが未来から現れた俺たちの敵、ミラとトアです。あいつの力は底知れません。まだあなたではかなわないでしょう。いずれ戦うことになると思いますが、くれぐれも注意してください。今回はゆっくり休むとええ。次の任務の時まではな。